カール・クリスチャン・フォーゲル・フォン・フォーゲルシュタインはドイツの画家。現在のザクセン州であるウィルデンフェルスに生まれた。父親は肖像画家のクリスチャン・レーベレヒト・フォーゲルで、父親から美術教育を受けた。1804年からドレスデンの美術学校で学び、ドレスデンの絵画館の作品を模写して修行し、最初の肖像画も描いた。1807年に息子が、 ドレスデンで学んでいたリボニアの貴族、レーベンシュターン博の招きでタルトを旅し、1808年にはサンクトペテルブルクに移り、スタジオを作り、ロシアの貴族や各国の外交官の肖像画を描くことを始め、成功した。1812年にサンクトペテルブルクで得た資金でイタリアに留学し、1813年から1820年の間、ローマに滞在した。 当時、ローマには多くのドイツ人芸術家が活動していた。ドイツの新古典派の画家、アントン・ラファエル・メングス、1728-1779に近いスタイルの画家となった。ローマでは宗教画、風景画の他に多くの肖像画も描いた。1820年に旅行中に強盗に殺害された、ゲルハルトフォン・キューゲルゲンの公認として、 ドレスデンの美術学校の教授となり、その仕事を30年以上続けた。教授の仕事の傍ら、ドイツ国内やパリ、ロンドンにも旅し、肖像画の制作も続けた。1824年に、ザクセン公国の王室の家族の肖像画を描いた後、宮廷画家の名誉称号を与えられ、1831年に貴族に除せられた。1832年に、 ベルリン美術アカデミーの会員に選ばれ、1833年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインとサンクト・ペテルブルクの美術アカデミー名誉会員に選ばれた。1842年から1844年にかけて再びイタリアを旅し、ローマ、ナポリ、ポンペイに滞在した。1853年にドレスデンの美術学校の仕事から引退し、 ミュンヘンに移り、1856年から1857年は、ローマに住み、ミュンヘンに戻って1868年に没した。ありがとうございます。